ロイヤルサブキン劇場神々の審判神降臨。ここからは僕たちウィッチ&ナイトが取り直しなしのラジオドラマに挑戦します。セリフを噛む、言い間違え、素笑いなどなどミスがあった際にはこんな音が。はい、噛んだ。どっか聞いたことあるねなります、うん、たとえミスがあってもドラマは止まりません、うん、ということで僕たちね、これ声優らしいコーナーが、そうだよ、うん、新コーナーにして、はい、声優をね名乗っている諸君にふさわしい、はい、どんだけ館が出てきてしまうかってことですよ今の、ね、館を一切出さないっていうのを目標に、はい、諸君らにはチャレンジしてもらおう。はい、じゃあお二人準備よろしいですか。はい、大丈夫です。じゃあ、じゃあ行きましょう僕、ナイトと私たちウィッチは最後まで演じ続け、物語を完遂させてみせます。失礼します。あら、野田くん一人？保護者の方は？すいません、母さんちょっと遅れるみたいで。あら、そうなの。はい。野田くん。はい、先生。どういうつもり？教室で先生と二人きりになるように仕向けるなんて。仕向けてないです。本当に母が遅れてるだけです。ジョークよ、ジョーク。あの紙飛行機曇り空はってよ。はい、ダメ。それジュークでしょ。よく知ってるわね。それじゃあ野田くん、はい、そろそろズボンを履いてもらっていい？脱いでないですよ。変なこと言わないでください。ごめんなさい、ちょっと見間違えたわ。どういう見間違いをしたんですか。それじゃあそろそろ先生が スカートを履くわね。一髪履いてなかったんですか。履いてるに決まってるじゃないの。先生を何だと思ってるの。先生が自分で言ったんでしょう。ジョークよ。面談という生徒にとって緊張する場を和ませようという先生なりのジョークじゃないの。あと野田くんのお母さんが到着するまでの間を埋めてるんじゃないの。そうだったんですか、すいません。いいのよ、今日は野田くんの面談が最後だし。それにしてもいい天気ね。そうですね。ほら、あの窓の向こう、今日は諸写山がはっきり見えるわね。本当だ。ここからでも諸写山の車窓上がブブー見えそうなくらい。ここからでも諸写山の車窓上が、そう、諸写山の車窓上、諸写山の車、神々。まあ独り言はこれくらいにして。独り言だったんですか。はい、どうぞ。すみません、失礼いたします。野田の母でございます。遅いしうるせえよ、母さん。お待たせしました。今来たところです。いや、嘘だし、合わせなくていいから。先生、それじゃあ早速三者面談を始めましょうか。お母様、おかけください。早速なんですが先生、お聞きしたいことがあるんですが。私の3サイズですか。そんなわけないだろ。一応お聞きしておいてもいいですか。なんで一応聞くんだよ。上から8、なんで答えるんだよ。俺思春期だぞ、やめてくれよ。先生、うちの息子は大学への推薦大丈夫でしょうか。あ、そうですね。母さん、この際だからはっきり言っておくけど、俺は大学へは行かないよ。急に何を言うの。急じゃないよ、前から言ってるだろ。俺はシャンソン歌手にはならない。何を言ってるのよ。うちは代々シャンソン歌手の家系なのよ。あなたは音大に行ってパリに留学してシャルル・アズナーブルのようなシャンソン歌手になるの。勝手に決めるなよ。俺はシャンソン歌手にはならない。ダメよ、あなたはシャンソン歌手になって新春シャンソンショーを開催するの。俺はシャンソン歌手になって新春シャンソンショーを開催したりしないよ。はい、ブー。するの。新進シャンソン歌手は新春シャンソンショーを開催する決まりなの。なんだよその決まり。俺は新春シャンソンショーに出演する新進シャンソン歌手に。ストップストップ、シャン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 、うるさい。先生、シャンシャン、二人とも落ち着いてください。野田くんはズボンを履いて、お母さんはカツラを直してください。だから履いてますってば。すみません、今直します。
母さんカツラだったのかよ。